株式会社 DNA は東京都渋谷区に本社を置く日本のインターネット関連企業。モバイルゲーム開発、配信を修行としつつ SNS 運営や電子商取引サービスなどを行う。また、参加にプロ野球の横浜 DNA ベイスターズ、プロバスケットボールの川崎ブレイブサンダースを保有する。社名は DNA と E コマースを組み合わせたもので、 e コマースの新しい遺伝子を世の中に広めていく DNA でありたいという意味が込められている。子会社関連会社か過去カコ2010年12月8日、ソーシャルゲームメーカーにライバル、グリートの取引をやめるよう圧力をかけたとして、不公正な取引方法の容疑で、公正取引委員会の立ち入り検査を受ける。その後、競争者に対する取引妨害の事実が認定され、 公正取引委員会から排除命令を受ける。開発会社40社以上にグリーンへのゲーム供給を行わないよう要請し、要請を無視した会社は売上が1、5になったり、新規利用者がほぼ0になった会社があった。2010年上半期に、非出会い系サイトでの児童の被害が、出会い系サイトを上回った。SNS の3大手、モバゲー、グリー ミクシーの10年上半期の合計被害児童数は、非出会い系サイトの4割、240人超に上り、出会い系、サイト全体の1.7倍に相当した。DNA のヘルスケア情報、キュレーションサイト、ウェルックにおいて、不正確な内容や著作権侵害、医師による監修がない医療記事が大量に存在するという問題に橋を発し、DNA の他のキュレーションサイトも、 同様の問題が次々明らかになった。日本経済新聞の野村和弘、新田裕二は、今回の事態は、リスク管理やコンプライアンスというより、それ以前のモラルの問題だ。と述べている。一連の騒動は、DNA だけの問題にとどまらず、提供するのはあくまで、バプラットフォームであるとして、事業者自身は利益を得ながらも、責任を負わないという無責任な運営姿勢。 コンテンツ制作を安易に外部委託するリスクという現在のインターネット業界の問題を浮き彫りにした。DNA は2014年にインテリア関連情報のイエモ、女性向けファッション情報のメリーというキュレーションサイトの運営企業を50億円で買収して参入した。買収は森安社長の決定で買収の是非について 戦略投資推進室の見解を求めていない。投資家の山本一郎は、イエモ買収の競合他社が提示していた金額は8000万円だったと述べており、妥当な金額ではなかったと指摘されている。イエモには2014年7月、共同代表取締役に、元サイバーエージェントの鈴木優と編集長に、元オールアバウトの徳島久照が就任しており、村田は、 キュレーションサイトには編集長が必要と述べている。DNA のキュレーションサイトの立ち上げには、バスニズというバイラルサイトを運営し、外部コンテンツ登用で閉鎖した、WebTech アジアの関係者が関与していたことが、TechCrunchJapan ククの取材で明らかになっている。WebTech アジアの関係者は、村田まりと進行があった。DNA は、キュレーションサイト運営事業を拡大し、10サイトを運営。 キュレーションメディア事業は加工するゲーム事業の次の柱にと考えられていた。DNA のキュレーションサイトには掲載する記事の内容には責任を負わない旨の正し書きが記載されていた。2015年10月にウェルックを開設。健康や医療をもっと身近にのキャッチフレーズで外部ライターに依頼した記事や登録した人の投稿、企業の依頼による 記事広告などが掲載された。アフィリエイトリンクを貼った記事もあった。9割はクラウドソーシングで外注されており、まとめ記事の内容の信憑性や正確性を確認する体制はほとんどなかった。同社によると月間利用者は延べ2000万人。DNA の社長兼 CEO、森安伊さんは、テッククランチジャパンの取材で医療情報を取り扱っているけれどもエビデンスがない。 という状況は認識していたが、後の対応でいいと考えていたと答えている。ウェルックの記事は、問題が多いにもかかわらず、Google 検索など検索エンジンで上位に表示されることが多く、2016年の夏頃には、主にアフィリエイトや SEO の関係者が、ソーシャルメディア上で、ウェルックを含む DNA のキュレーションサイトの記事は、SEO 対策が強すぎると懸念を示していた。 9月には医学部出身のライター久木き誠一郎がウェルックの問題を記事として発信し10月には SEO の専門家辻正宏がツイッターで Google で死にたいと検索するとウェルックの記事がトップに表示されるが転職サイトの自己分析サービスのアフィリエート広告が掲載され記事内容もうつ病の人が読むと症状を悪化させる可能性があり不適切と指摘 健康被害が出ると問題視する声がインターネット上などで増加した。2016年10月末にアフィリエート広告は削除された。しかし記事内容は規約に違反していないとして修正や削除は行わないとした。不適切な引用、リライト、登用が行われている記事内容が不正確であるサプリメントがガに効くと懸念するなど医薬品異常危機法に 違反している、肩こりの原因は幽霊かもといった、オカルト的な内容がある、SEO を駆使することで粗悪なコンテンツを検索上位に表示させている、記事が非常に安い単価で、一般人ライターにクラウドソーシングされ、量産されている、執筆者が匿名で、専門知識がない、運営する DNA が、内容に責任を負わないと断っている、間違った、情報、誇張された情報が、 患者の不安を煽っているなどの指摘がされた。医師など専門家の批判も相次いだ。記事を信じて症状を悪化させた被害も報告された。11月24日から医師や薬剤師などの専門家に監修の依頼を開始し、問題があると判断された記事は順次削除すると発表した。対応が遅い、監修を受けていない記事は非公開にすべきなどの批判が続いた。 11月28日にバズフィードジャパンが参考サイトの文章を事実や必要な情報を残して独自表現で書き換えるコツなどを含んだ執筆マニュアルが DNA 社内に存在することをスクープした。東京都議会議員のおときたしゅんが東京都福祉保健局健康安全部にウェブサイトの概要と問題点を報告するとすぐに対応が協議された。東京都は ある化粧品の記事にアトピー性皮膚炎に効果のあるといった記載があり記事から販売サイトへの誘導が行われていたことから医薬品医療機器法に違反している可能性があるとして担当者が来庁して記事と広告主の関係性などのウェルックの仕組みを説明するよう DNA に即日依頼した DNA の担当者は多忙であるとして面会に応じなかった DNA は11月29日に全ての記事を非公開にした。ウェルック以外の DNA のキュレーションサイトでも、他サイトからの無断転用、不適切な内容の記事などの問題が指摘されており、森安社長は、運営体制、方針が共通している旧メディアのマニュアルやライターへの指示などに、他サイトからの文言転用を推奨していたと捉えられ、兼ねない点があったとして、 公開を停止し、森安社長の役員報酬減額を発表した。12月1日の段階では、ファッション情報のメリーは運営体制に問題がないとして、唯一継続していたが、何の説明もなく、大量の記事の非公開化が進んでいることが判明。この事実を知った取締役会の指摘を受け、十二月五日にメリーの公開も停止し、それまでの社内のキュレーション管理委員会で、 記事作成の過程や中身の精査を行うという姿勢を翻し、社外取締役や専門家を含む第三者委員会を設置した。DNA の問題を受け、リクルートホールディングス、サイバーエージェントなども自社のキュレーションサイトの一部の記事の公開を停止した。専門家からは、Google 検索は本件のようなクラウドソーシングを活用して、 記事を乱造するというスパム的手法にひどく弱く、クラウドソーシングがスパムサイトを支える構造になっているという指摘があった。12月7日、DNA は謝罪を目的とした記者会見を行った。出席したのは社長である森安、経営企画本部長の小林健治、創業者で現、取締役会長の南馬智子の3名で事業責任者である村田真理。 中川綾太郎など、キュレーションメディアの制作現場に携わる責任者は、記者会見上にいなかった。アン・マモル社長は謝罪し、サービスの成長を急激に追い求めすぎており、メディア事業者としての認識が不足していたと述べた。外部ライターへの発注金額の低さについては、仕事としてではなくて、趣味について書いている。それでお金をもらえるということで、 喜んでもらっているという認識だったと述べた。現場の責任者が出席しなかったため、経緯は十分説明されなかった。アン・マモル社長も、村田まりも、バズフィードジャパンが指摘した、他人のコンテンツのリライトを指南する、社内マニュアルについては知らなかったと説明された。アン・マモル社長は、被害を受けた読者や著作権侵害の懸念を持つ人のための相談窓口を設置し、 著作権法違反には個別事案単位で相談に応じるが、現時点では会社として法的に責任があるかはまだわからないと述べ、辞任はしないとしている。南波会長は家族の闘病の際にインターネットの医療情報は役に立たず、信頼できないと思った、ウェルックの問題は全く知らなかった、ただただ残念で申し訳ないの一言と述べた。 クラウドソーシング事業を行うランサーズが5日、クラウドワークスが8日、企業がライターに依頼する際に記事の無断転用や引用のリライトを禁止する指針を公表した。サイバーエージェントの無断投用の告発に関わっていたライターのヨッピーは、同年12月9日時点で具体的な名前は出すことなく、問題が明らかになった一連のキュレーションメディアに広告を出していた。 企業や広告代理店が余波で大炎上中と述べている。2017年3月13日にキュレーションサイト事業問題の第三者委員会の調査報告書が発表された。10サイトで最大74万7643件の画像、最大で約2万1000件の記事内容に複製検診外の疑いがあること、記事の一部に 医薬品医療機器法違反の可能性があること、リスク管理が甘かったことなどが公表された。運営中には多数のクレームが寄せられており、文章や画像の無断利用を指摘するものが986件、医療に関する指摘が91件もあった。記事内容へのクレームに対して DNA は責任を回避するような対応をしており、法務部は 自社メディアがプラットフォームであることを前提としたテンプレート回答の作成を助言していた。d n a は自社サイトはメディアではなくプラットフォームであると主張していたが、ほとんどの記事がクラウドソーシングで発注して作成され、10サイト中8サイトにおける一般ユーザー投稿記事の割合は5%以下であり、第三者委員会は d n a をプラットフォームではなくメディアであり、 DNA は投稿記事に責任を持つべきと結論付けた。第三者委員会は、法務部は、キュレーション事業でなぜ他の事業と同じようにチェック機能を果たすことができなかったのか、DNA が掲げる、永久ベンチャーは、免罪符にはならないと述べ、一連の不祥事は一部の部署の問題ではなく、経営陣のあり方や現場での事業の進め方、さらには、法務部や内部監査といった、 関節部門におけるチェック体制や会社の風土にまで及ぶと指摘した。第三者委員会の調査でイエモメリーの買収時に戦略投資推進室の出院から査定なしでのイエモの買収金額の妥当性、著作権侵害の懸念のあるサービスを DNA で横展開することのリスク、村溜りがシンガポールからリモートで事業を統括することのリスクなどが指摘されていたが、 その警告は生かされなかったこと、森安社長が現場に相談なく高い数値目標を掲げていたことなどが明らかにされた。第三者委員会の報告を受け、DNA は経営体制を見直し、南波智子会長が代表取締役に復帰し、ツートップ体制となった。会見の質疑応答で南波智子会長は、キュレーション事業を続行するかどうかは、 白紙で全く目処が立っておらず、今までと同じような形での再開はあり得ないとし、収益の柱になることもあり得ないと回答した。関係者25名に、就業規則に基づく処分を行ったとしたが、詳細は明らかにされなかった。森安社長は、役員報酬を50%減額、メリーを運営する子会社ペロリの社長、中川綾太郎は、辞任。 キュレーション事業を統括していた村田まりは執行役員と子会社イエモファインドトラベルの代表取締役を辞任する意向を表明した。現場責任者は解雇ではなく辞任、全体の責任者である代表取締役は辞任や交代ではなく追加という形であり、第三者委員会の報告書では責任の所在について明確になっていない。他は 各項目を参照は SB リック上部から移籍した選手、スタッフ、現在の所属者過去の主な所属者、ありがとうございます。